反対です、はい。まあ、沖縄だけに基地を押し付けているということで新しく作るのは反対でも普天間はなくなってほしい できればまあ国外ということでアンケートでございましたけど反対っていうよりかはやっぱりこの普天間基地に残すにしてもやり方ってあるかなと思ったので辺野古に埋め立てるにしてもやり方っていろいろあると思うんで、うんうんうん、そういうのもっと売りにしないといけないかなと思います今のところは 2つしか選択しないよみたいなこう進め方だと思うので辺野古にするか普天間に残るかどっちかでなる、うん、ないと思うそういう意味でそういう意味でどちらでもないですね、はい、やっぱりこの子生まれてからなんかいろいろ考えることがあったんですけどただどっちがいいかがやっぱり決めきれなくてただやっぱり若年層ちょっと選挙率上げた方がいいんじゃないかなっていうのがこの子のことを思うといろいろ考えるところがあったので将来があそうですね将来を思うと、うん反対。いや、やっぱり作ってほしくないからですね。基地より。はい。それはそんなんですかね。うるさいとかったりとか。いや、そういう条件じゃないですね。はい。どういう騒音は今までも騒音ありましたのでね。はい。はい、騒音の問題ではないでしょう。はい、一番何を重視されてその作ってほしくないというふうに考えられたんでしょうか。あのね、いや。多分ことと場合によっては賛成になるかもしれないんですよだけどね今の政府というよりは本土のやり方だね、うん、一連の進め方ですかそう聞くまでもないですよ、うん、それは政府が代表してるんでね、うん、だって政府っていうのは国民の代表でしょ、うん、もう水と油のようなね状態の中でだから今までの声も聞いてないじゃないですかまあ、結局それが見えるわけですね、うん、そう話し合えばねそれは道は開けたかもしれないだけど今のようなやり方でなし崩すじゃない粛々とやってるだけなんでしょ言葉ではない言葉はないかもしれないけどなぜそういう時に賛成できるんですかなぜそこまで沖縄の人がお人よしにならなきゃいけない開票作業中ではありますが、賛成、反対、どちらでもないの投票の数のうち、最も多いのは反対の投票の数で、43万4149票となっており、これは投票資格者総数の4分の1である28万8398票をはるかに超えております。また、これは投票総数の60万4583票の 71.8% となっております。このため条例第10条の規定に基づき、投票結果を尊重するとともに、投票結果を速やかに内閣総理大臣及びアメリカ合衆国大統領に通知いたします。普天間飛行場の辺野古移設へ反対という民意は、過去2回の知事選挙など一連の選挙でも示されてきましたが、今回の県民投票によって、辺野古埋め立てに絞った県民の民意が明確に示されたのは初めてであり、極めて重要な意義があるものと考えております。私は知事に就任以来、これまでも辺野古に新基地は作らせない、普天間飛行場の県外、国外移設に全力を尽くしてまいりました。県民投票での結果を受け、辺野古新基地建設の阻止に改めて全身全霊を捧げていくことを誓うものであります。